はやきゲームズです。隠し世界任務谷間にひらり積載帳の発生方法と進め方を解説したいと思います。まず任務を発生させます。役帳の谷のワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて南方向に少し進んでから飛んでいきます。木の端の右端を目指して飛んでいき、端の右側にある洞窟の入り口から中に入っていきます。しばらく道なりに進んでいきます。下に穴が開いているところまで来たら下に飛び降りていきます。下まで来たら左を見ると木沿いで来た橋がありますので、その上を通り西方向に進んでいきます。橋を渡っていると今ジャンプしたあたりでムービーが入って世界任務が発生します。目標追跡をするとこのエリアで目標を捜索となりますので、周りを見渡すと緑色の蝶がいますので近づいていきます。しばらく追いかけているとズームが入って壺の中に入っていきます。蝶が壺の中に入ると少し会話が入って宝箱が出ていますので取っていきます。目的は5匹の最長を壺の中に追いやると変わっています。マップを開くと円が出ていますので、その中で5匹の蝶を探すことになります。左下に蝶のマップを出しておきますので参考にしていただければなと思います。キノコンマッシュロンと戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すと宝箱が出るので取りに行きます。宝箱を回収したら南東方向に飛び降りると壺の中に蝶がいますのでギミックをやっていきます。大きな壺の前にある2つの台に小さな壺を2つ置けば OK となっています。小さな壺を取り出すため後ろを振り返って小さな壺を戦力で拾ってから、北西方向にある台座の上に小さな壺を置いていきます。大きな壺の中の小さな壺を取り出せるようになりますので、戦力で拾ってから蝶が入っている大きな壺の前にある台座のどちらかに置いていきます。一つ置いたら先ほど置いた小さな壺を拾ってもう一つの台座に置いていきます。2つの小さな壺を台座に置くと封印が解除されますので、蝶に近づいて動かしていきます。蝶は上の方に行きますので空中移動ギミックを使って追いかけていきます。しばらくすると宝箱が出ますので取りに行きます。宝箱に近づくとズームが入って蝶が壺の中に入っていきます。宝箱を回収したら少し前に出てから左を向いて南西方向に向かって道沿いを進んでいきます。しばらくマップの道になっているところを通って進んでいくと壺の周りに小さな紫の蝶がいますので近づいていきます。蝶々を捕まえるを選ぶと散らばった4匹の蝶々を取り戻そうとなりますので捕まえに行きます。4匹の蝶々を捕まえますが1匹が壺の中にいますのでご注意ください。高い位置に1匹いますが風車に風元素攻撃を当てて上昇気流を出して捕まえに行きます。最後の1匹は南方向の壁際にいますので捕まえに行きます。蝶々を4匹捕まえると宝箱が出ますので取りに行きます。宝箱に近づくとズームが入って蝶が壺の中に入っていきます。これで2匹目が完了となります。動けるようになったら宝箱を取っていきます。宝箱を回収したら西方向に段差を登ってマップ上の道を通って進んでいきます。しばらく進んでいくと雲の巣が見えますのでそちらに向かって飛んでいきます。北方向にある雲の巣のところまで来たら樽爆弾がありますので弓キャラに切り替えて壊していきます。雲の巣が消えたら奥の方に向かって進んでいくと木箱の近くに樽爆弾がありますので壊していきます。そうするとヒルチャールが出てきますので戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すと近くに蝶が出ていますので近づいて追いかけていきます。しばらく追いかけていると宝箱が出てズームが入って蝶が壺の中に入っていきます。動けるようになったら宝箱を回収し南方向に向かって飛び降りていきます。右を見ると壁に絵が描かれていますが、その近くに気ままな戦像がいますので、戦力を使って持っていきます。戦像を持ったらすぐ近くに緑色の四角い場所がありますので、そこに戦像を置いていきます。
そうすると仙像が石柱の上に立てと言いますので、壁に描かれている絵のように石柱の上に立っていきます。石柱の上に立つと蝶が壁から出てきます。しばらく様子を見ていると宝箱が出ますので取りに行きます。近づくとズームが入って蝶が壺の中に入っていきます。これで4匹目が完了となります。動けるようになったら宝箱を回収してから北東方向のすぐ近くにある時間制限調整に向かっていきます。挑戦をスタートすると岩の元素粒子が出てきますので、ギミックを使いながら取っていきます。粒子を取りながら進むとオレンジの円がありますので、触れるを選んで声になって進んでいきます。しばらくは自動で粒子を取ってくれます。動けるようになったら翼を開いて空中移動ギミックを使って粒子を取っていきます。挑戦をクリアすると宝箱が出ますので取りに行きます。すぐ近くに蝶がいますので動かしていきます。しばらく追いかけるとズームが入って蝶が壺の中に入っていきます。これで5匹目が完了となります。5匹の蝶を捕まえると目的が仙像と会話するとなりますので、マーカーのところに向かっていきます。仙像に近づくとムービーが入って古樹を調べると目的が変わりますので、マーカーのところに空中移動ギミックを使って向かっていきます。光っている場所がありますので近づいて枝を手に入れるを選びます。そうすると豪華な宝箱が出ますので取りに行きます。宝箱を回収したらすぐ近くの水の上に蝶が集まっている円形の場所がありますので、近づいて調べるを選びます。そうすると別の場所に移動していきます。マーカーの近くにワープして向かっても大丈夫です。動けるようになったらマーカーの近くにある壺の上に蝶が集まっていますので、近づいて焼く壺を調べるを選びます。そうすると古木の枝を使えますので使っていきます。ムービーが入った後マーカーが別の場所に移動しますので、そちらに向かって近づいていきます。豪華な宝箱が取れるようになっていますので取りに行きます。宝箱を回収したら周りにあるキラキラのところから古い文書1を調べます。古い文書1を読み終わると任務完了となりアチーメントを達成できます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、コエラボも見ていただけると嬉しいです。